ギリギリになっちゃってすみませんが、今総理のところに、関係4大臣ですか、官房長官、外務大臣、環境大臣と、入っておりまして、エネルギーミックスおよび約束草案の、現時点での検討状況について、報告をいたしました。内容につきましてはまだ調整中でございますのでコメントいたしませんが、28日にエネルギーミックスの関係、そして30日に約束草案の関係の、審議会が予定されておりまして、そこで、ご審議されることになろうかと思っております。以上であります。すいません、時間内で幹事長さん。テレビ東京です、はい、今おっしゃったように具体的にはもうおっしゃらないということですけど、その具体的な数字も、報道では上がってますけど、その件についても、いろいろ報道されているので私を読んでおりますけれどもコメントは差し控えますね。わかりました、はい、じゃあすいません。